すみません。喋 ると思ったら、喉に唾が引っかかって、声が出ませんでした。はい、始まりました。毎度おなじみ、ゆうごと TV です。毎日、ほぼ毎日、人生に役立つ情報を配信しております。一発撮り、一発読みで、インプットしてるのと同時にアウトプットしてるみたいな、そんな感じですね。初めて読む文を、喋るんで、自分も学びながら配信していきたいと思います。ということで、本日の例を早速読んでいきましょう。一人の時間をたっぷり経験する。こちらのお題を今から読んでいきます。子供の頃と大人になってからの大きな違いの一つに、人間関係があります。大人になるとたった一人になりたくてもなれなくなります。仕事では必ず職場の仲間、同僚、上司と接しますし、結婚すれば相手方のご両親との付き合いも増えます。結婚によって毎日妻と接するようになり、夜更かしもしづらく、家に帰らない日は妻に寂しい思いをさせてしまいます。子供がいれば面倒を見る必要も出てきますし、休日も遊んであげないといけません。放っておけばいいわけにはいかない人間関係ばかりが増えるのです。大人になると一人になりたくても、若い時のように自由勝手に一人になることは難しいのです。まだ社会に出る前の若い頃は、その気になればいつでもたった一人になることができました。学生時代の一人暮らしは自由天国です。いつ出ても、いつ起きても、帰る時間も洗濯の時間も食事のメニューなど一人で自由にできました。若い頃は結婚もまだしていないから、夜更かしも休日も何の気兼ねもなく自由に時間を使うこともできます。一人になれるということは、時間も自由も使え、大変贅沢なことなのです。しかし、若い時期に限っていつも群れてばかりで、たった一人になって行動することが寂しくできない人が多いのです。合コンやコンパに走ったり、寂しいからと友人と群れてカラオケやクラブばかりに通ったりして、いつも誰かと一緒にいます。これは大変もったいないことです。今しかなれない一人の時間を有意義に使えるのは、若い時期だからこそできることです。若い今のうちに一人だけの時間をできるだけたくさん持ち、自分磨きをしておく方がいいのです。今日の格言。若いうちに一人の時間を大切にして、自分磨きに使う。なるほど。まさに今自分が思っていることと一致していますね。一人楽。もう子供の頃からやっぱり一人が好きだった。一人でいるのも好きだし、てか集団行動ができないんですよね、自分の場合は。やっぱ自分のペースで行きたい。旅とかもやっぱ一人旅がいいし、周りに気使ったりとか、歩くペース、呼吸のペースとか、そこまで合わせないか。まあとにかく一人が楽ですね。本当一人の時間、大切。自分と向き合って、もう一人の自分と会話をして、自分磨きに励んでいきたいと思います。ということで、本日もご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは、またね。